ですね。なるほど。あ、痛い。くあ。あるいは動きが大きい。ああ、まあ確かに。オーバーリアクション。そうそうそう。おお。いい。これ目の奥に痛いです。あ、そうですね、はい。はい。みんな痛いんですか、ここは。あ、痛い。まあ、凝ってたら痛いです。痛い。はい、いい。痛い。ほほほほ。目疲れてる人多いから。痛いです、はい。痛い人多いです。うわあ、力抜こう。口あーって開けたらいいですよ。痛い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 。息吐くようにして。痛い、痛い。あ、でもこっちはそうでもないんじゃないですか。あ、まあまあまあ、はい、はい、あ、まあ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 気持ちいい、はい、痛いですけど、まあ、うん、差が大きいですよね。肩やってるんですよ、鎖骨折ってるから。あ、そこ痛い、痛いですね。歯医者さんのシステムなかったですかね。ないです。手を挙げてください。左は右ほど入らなくて、ね、まあそうですね、入りますね。うん、まあこれで痛いですけどね。痛い、そこ痛いわ。あ、そこは痛いですね。ですね。詰まってますね、痛い。システムないんです。ないですか。はあ。でもさっきより緩んできた。まあそうですね。はい、血が流れてる感じがする。力が抜けます。そこをしたら身長伸びなくなるんじゃないですか。そんなことはないと思います。聞いたことないですけど。言われました。うん、そうなんですね。さすがにもう伸びないから。もう大丈夫です。痛てちょっと待って、はい、いい、入って言いながらさ。はあ、でもまあさっきよりは、はい、はい、取れてきた、はい。あのこう言った方がいいんですよ、声出してみたら。あ、そうですよね。はい、すごい毛が生えてきそう。やっぱ気を使われてるんですかね。我慢することも多かったりするんですかね。そうですかね。わかんないですけど。いや、言ってそうですけど、でも割と出せてないのかなって。我慢したりしてる、出してるのかなと。あ、痛い。はあ、気持ちいいですね。うん、でお子さんあれじゃないですか、2、3歳、2歳、そうですね、2歳半年ぐらいで、はい、いやいや期なんじゃないですか。めちゃくちゃね。まあ、ただなんか生まれた時からイヤイヤ期みたいな感じの子供なんで。そうです、うん、結構何でもイヤイヤしてる。そうですね、うん、じゃあ大変じゃないですか。大変ですよ。ムカつきませんか、正直。やっぱたこう可愛いけど全然ムカつかないですよ。あ、本当ですか、うん、すごい。あ、じゃあ子供には寛容なんですね。いや、なんか、うん、はい、全然ムカつかない。へー、ひたすら可愛いんですね。まあ、初めての子供だからっていうのはあるかもしれないですよね、はい、へえ、なんかもう、はい、全然。あ、そう、どんな「いやいや」言ってても可愛いなって、うん、ムカつくっていうより、はいはい、しっかり言うことを聞きなさいっていう、どうやって伝えたらいいかって、はいはい、どうやってたら伝わるかっていうところの方が大きいから、へえ、すごい。ムカつくっていうのはないですね。あ、大人ですね。本当ですか。それを見てる旦那にムカつきますけど。
なんで。いや、お前も手伝えよみたいなね。そっかそっか、うん、ぼんやりしてる感じなんですか。うん、何言ってでたまにそんな大きい声で怒っちゃダメだよとかって言うから、いやだったらさあなたがやりなよって言うあ、ね、みたいな感じのムカつきありますよ。あ、なるほどね。子供に対しては全然ムカつかない。そうなんですね、うん、へえ。なんかこう何やっても嫌だみたいなこと言われるとうわ、ん、ってなること私はあったなと思って、うん、だから、うん、しまいには嫌だ嫌だ嫌なことが嫌だとか言い出しますからね。じゃあそう言われてもって感じですね。そっか、でも、うん、もどかしさも子供自体にあるんでしょうね。伝わらないんだろうみたいなね。そうそう、うん、一生懸命伝えたけど、うんうん、まだちょっと話がよくわかんないっていうね。そうなんだ。さんがなんかやんないのに口出してくることが、こともあるし、何も、はいはい、うん、手伝ってくれないとか。まあ、でもあの子育てには寛大というか、なんていうんですか、その協力的なんですけどね。いいですね。うん、あの、うんうん、休みの日に見ててくれたりとか。いいですね、そういうのはすごくあるんですけど、うん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 、あんまり叱ったりとか、あ、うん、そういうことはあまりないんで、説得するみたいな時、ね、うん、嫌だったら、うんうんうん、いいよみたいな感じでしちゃうんで、しつけはできないですね。しつけてっていうか、うん、それはしないですよね。男性ってなんか結構ね、甘やかしちゃったりってなりがちですね、うん、好きなだけ食べさせちゃったりとかね、お菓子でも何でも、うん、本当に、うん、ママには内緒だよとか言いながらで、あ、でもさっきより全然ですね、うん、ふにゃふにゃだ、自分でも分かる、うんうんうん、入りますか、はい、はい、はい、痛いですけどね、うん、でも入る痛みになってきてますよ ね、まあ、そうですね、うんうん、段階としては良くなっていってますね、はい、全然違うわ、うん、あったかい、うん、そうですね、ちょっと首冷えてますね、うんうん、首冷えるとちょっと風邪ひきやすいんで気をつけてください。あ、そうなんですね、うん、そうなんだ、うん、もう風邪ひいたかな。どうですかね、ちょっとあの 今大事にすれば大丈夫だと思います。はい、水飲んでね。エアコンとかね、どこ行っても効いてますしね。まあ、暑くても辛い、辛いですしね、ちょっとやっぱ大変ですよね。そうですね、夏風邪はね、長引きますしね。なかなかちょっと食事もね、食べやすいものに偏りがちで。うん、そうですよね。もうちょっとつるつるいっちゃう。そうですよね、冷たいものとか、うん、麺類とかなんかなりやすい。あ、うん、痛い。でも全然ですわ、うん、と思います。全然、うん、ちょっと真横に大丈夫ですか。あ、そうなんですね。あ、そうなんだ、うん、全然何にも分かんない、そこは。あ、でもあとメガネされてますよね。あ、そうですね、はい、それあ、あのいつも押さえてるとやっぱこう溝になっちゃうっていうか、はい、こう圧迫されてるところがへこむみたいな現象があるので、はいはいはい、それもある
かもですね。そうなんだ。はい、目悪くないのにいつも眼鏡してるんですよ。なんで悪くないのにするんですか。ね、本当に しなくていいじゃないですか。いや、なんか自分に自信がなくて。しない方が似てにあのいいですよ。しない方が似てるって言いませんでした。似合ってる。本当ですか。うんうん。なんか知ってない方が若く見えていいと思うんですけど。本当ですか。うん、そうなんだ。うん、じゃあやめた。うん、しない方がいいですよ。やっぱ眼鏡邪魔ですもん、まあですね、顔には。はい、確かに、うん、やっぱいつもつけてるとか後残ったりとか、まあね、出ちゃいますから、しなくていいならしない方がいいです。そうなんだ、うん、目なんて 1.5、1.5 でね、めちゃくちゃ羨ましい。素晴らしいじゃないですか。みたいなね。綺麗な上げ方してもダメですか。そうですね、綺麗に上がってますけど、はい、残念ながら。あのこの痛みの向こうには、はいはい、ほぐれが待ってるって思える痛みです。そうですよね。肩がね入っちゃってるんですよ。ちょっとね、肩が入っちゃってる。こっちにこう上がるっていうか巻き込みですよね。はい、はい、猫背ってことですか。ね、あ、まあそうですね。でもそんなに背中は丸くなってなくてもこっちが入ってる方もいるので、